サラマルコーナマステ、あ、おはようございます。あ、すいません、なんかあれ、あ、ごめんなさい、ちょっと急にいきなりエフェクトかけてごめんなさいね。ちょっとね、ミキサーをね、新しくしたんで、今日のお話ちょっと早速行ってみようと思うんですけど、今日ですね、昨日、インド音楽の、レクチャーコンサートみたいなのがあって、まあ、レクチャーかな、レクチャーコンサートがインド大使館であって、で、なんか僕もう直前に知ったんですけど、そうで、行ってきました。そうで、行ってきた結果、やっぱね、すっごいね、有益な情報だったんですね。すごいね、やっぱ勉強になりました。で、例えばほら、ラバブやってる人とかも、まあ、ラバブもほら、ムガル朝時代にこう確立した音楽なので、古典の景色はね、だからかなりインド音楽とリンクしてるんですよね。なので、まあ、そうは言っても急になんか明後日インド大使館でレクチャーなんだけど行かないって言って、なかなか行ける人いないじゃないですか、明日とか。そうだから、まあ、パッと行ってきて、でそれをちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ結論から言って、すっげえ有益だったんですけど、その英語がやっぱり分かんないと、まあ説明するのももちろん英語なんですよね。なので、まあインド結構英語が普通にこう話されてる社会だったりするので、なので、そうなんですよね、英語が。だから、で、なんか僕一番最前列になんかこう、お前ちょっとここ座れみたいに言われて、あ、はいとか言って座って、本当にね、演奏者の先生と1メートルぐらいの間近で座ったって感じで、そう。だから、で、なんか周りに英語わかる人いなかったのかな。で、僕がなんかちょっとこう、通訳させてもらったって感じだったんですけど、そう。なので、復習を兼ねてね、ちょっとこれからちょっと、昨日どういうことを学んだのかっていうのをね、お話ししてみたいと思います。はい。で、そうですね。まず先生言われてたのは、先生どういう先生かというと、バイオリン奏者なんですね。で、バイオリンっていうと西洋を代表するような楽器なんですけど、まあ、弾き方が全然違うんですね。で、インドのバイオリン、の弾き方って、普通にこう顎に挟んで弾く場合もあるんですけど、この足首にヘッドの方をこうやってガツってこう固定させて、それで、すごいなんかポルタメントっていうんですかね、グリッサンドっていうんですかね、こう滑らかな動きを強調するようなね、感じなんですけど、こう、みたいな感じで、そうそう。で、そう、昨日ね、ちょっとなんかこういきなり行って録音するのちょっとはばかられるなと思って、あんま撮らなかったんですけど、そうで、そうで、先生言ったのは、インドにはね、2つの古典があるよって言ってましたね。で、1つは北インド系ですね。で、もう1つは南インド系ってことで、で、北インド系っていうのがこの民族楽器、僕らがやってるこのラバブですね。アフガニスタンの楽器、この楽器ですね。あ、ごめん、これキーが違うわ、ちょっとごめんなさい。で、ちょっと注入しようかな。ちょっと待ってね。はい、すみません。そうなんですね。こういう楽器、アフガニスタンのラバブで楽器なんですけど、まあ、インド音楽と、特にヒンドゥスタニーっていう北インド音楽だから、一つ目のインドの2つの古典があるよってことで、ヒンドゥスタニーで、昨日の先生もヒンドゥスタニーの音楽でしたね。だから北インド系で、南インド系はまた、南インド系はまた別なんですね。そうそうそう、そういう感じで、だからヒンドゥスタニー音楽、北インド音楽とパキスタンの音楽、アフガニスタンの音楽はかなり密接に、連携してますね。お互いに影響し合ってる。まあ、その証拠に、シタールっていう楽器あるじゃないですか。インドを代表するようなシタール。そのシタールっていうのはペルシャ語由来なんですね。この語源は。セっていうのが、スリーストリングスって意味なんですけど、セタールっていう楽器から、変化したと、されていますね。というわけで、そうですね。で、最初、古典音楽の演奏をやって、次にバジャンって言って宗教音楽っていうか、こう歌物の、で5人ぐらいの編成だったんですよ。そうなんですよね。なので、
すごいなんか賑やかな感じで、なんていうかな、この間パキスタンのスーフィ音楽カウワーリあったんですけど、あれのインド版みたいな感じの編成でしたね。うん、あでもなんかボーカルの人がメインっていうより、あのバイオリンの人がリーダーって感じの、うん、そういう感じですね。はい、それで最初にやったのはちょうどね2時から4時までのレクチャーだったんで、この時間に最適なモードでやりましょう、この時間に最適な戦法でやりましょう、この時間に最適な旋律でやりましょうということで、ラーガマドゥヴァンティっていうラーガが選ばれて演奏されましたね。でそう、マドゥヴァンティってあのちょっとあのウィキペディア見よっか、ウィキペディア、まあ、英語版なんですけど、愛に基づく永遠性、色彩に基づくロマンティックなカラーのラーガである。マドゥって実はね蜂蜜なんですって。マドゥ、ハニーだって。バンティってどういう意味だろう、ハニー、蜂蜜のラーガ、蜂蜜戦法みたいな感じでなんかすごいですね。愛とロマンスに非常にシンプルな哲学を持つとても甘いラーガであるって書いてありますね。で、マドゥヴァンティの音ですね、音階、上昇中は、あ、ちょっと待ってください、今キーボード持ってきて説明していいですか。この、音階ね、まず使う音階から説明するとすごい面白いので、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません、ここでねちょっと音階説明の前に、ラビシャンカールの1970年の音源があったので聞いてみましょう。これ多分あのフェアユースで使うとね著作権大丈夫なんですよね。ちょっと待ってね。 Known as Madhu Vanti. First there will be a very short solo on the sitar, followed by a cut. That's where the drums join.
こういう感じで、ごめんなさい、なんかちょっと弾きすぎが下手くそで、どうでしたかね。うん、あの、なんていうかな、最初に、そうそうそう、でちょっと、何やったか分かんないと思ったかもしれないけど、あのね、この音階のこの雰囲気とかね、味わっていただければと思いました。で最初に、どういう構成になってるかっていうと、アーラープって言って、なんかこういう音階でいきますよ、こういうメロディーでいきますよみたいな感じで、この音階に基づいて即興するんですね。このモードに基づいて即興するんですよ。で、即興した後に、あのフリーリズムで、でなんかちょっとこうジャ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 ンとこう入れながら、こう縦乗りで、一人で即興して、それからタブラがボコンって入ってきて、最後だん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 速くなってバシーン終わりみたいな、まあ、大体そのパターンなんですね。だからすっげーざっくり言って4つ構成ぐらいでしたよね。今リズムなしの即興、縦乗りリズムの即興、そしてタブラが入ってのミドルテンポ、そしてファストテンポみたいな感じで、うん、そうなんですよね。でインド古典、ガチのインド古典の聴きに行ったりすると、なんか1時間とかねやってたりもするんですけど、まあこの演奏みたいにこう、多分今の演奏も8分とか9分だと思うんですけど、こんな感じで結構サクッと、昨日もね、だからそんな感じで、まさにこんな感じで10分ぐらいにこう割とコンパクトにまとめてね、とりあえず最初古典を紹介しますねって、古典を紹介していただけましたね。で、音階のシステムって実は、西洋譜面で、譜面では、できるか分かんないですけど、西洋音楽のキーボードとか、うん、鍵盤でね、説明がつくんですね。なのでちょっとやってみよっか。書いてあるんですけど、さで、まず、昨日の、ジョハラーリ先生も言ってたんですけど、根っこの音がすごい大事だよって、これが全ての根っこだよっていう話で、だからあの本当にね、あのヨガの呼吸と一緒なんですよね。そうで、行ってみますか。さあ、でこれが一度の音ですね、根っこの音。さあ、れ、が、ま、サニダパマナサ、おお、こういう感じだ。で今ね、音階をこうやっただけなんで、まあ弾くときまた別、上がるときはね、こことか下がるときはとかちょっと違うんですけど、単純に音階を、書いてある音階やってみました。でどうですかね、なんかちょっとエキゾティックっていうか、あの中東にね、中東を思い出す、そう、音階に近いですよね。そうそうそう、まあそういう感じで、そうなんですよね。でちなみに、ピアノの C の鍵盤、ドからドレミのフラット、ファのシャープ、ソラシドドシラソ、ファのシャープ、ミのフラット、この3度の音と4度の音が離れてるとこが、もういかにもなんかエキゾティックですよね。うん、で、ここに書いてあることによると、上がる音、上がる音は、さがまぱにさ、さがまぱにさと
2度と5、2度と6度を飛ばして上がるんだな。で下がるときはサーニーダーパーマンガーレーサー、はい、こういう感じで。そうだからなんかこの僕らがね知ってる音楽と全然かけ離れているかっていうとそんなこともなくて、一応理論上は鍵盤で説明がつくんですね。そうなので面白いですよね。ただアプローチが全然違いますよね。昨日先生も言ってたんですけど、いきなりなんかガコーンってこうメインのテーマに行かないで、だん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 まずはアーラープから、まずは即興から、こういうテーマでいきますよ、こういうメロディーでいきますよって、で、ベールの中の秘密を少しずつ見せていくように披露していくように、少しずつ、メロディーの中身を見せていきますよっていうことだったんですよね。そうそうそう。でこれが基本のヒンドゥスタニ音楽の、まあ、基礎的な知識だよみたいな説明されて、その次にバジャンって言って、ちょっと宗教歌みたいなね、スーフィーの歌のなんかインド版みたいな感じのをなんか女性ボーカルも交えてやってくれて、まあ、それは本当にすごい華やかで良かったですね。うん、そうですね。でこの曲なんか僕知ってる曲だったね、ラグパティラガブっていう曲で、これなんて発音するのか、ラガブ、なんだろうな、インド独立の時ラグパティラガブってどういうシーンで演奏されたのかな、ちょっと調べていいですか。なんか昨日言ったなんか配信仲間のミラク猫さんによると、このインド独立の時にガンジーの塩の行進の時に、でこれはすごくみんなでねこう愛された、まあ、国民的な曲なんだよみたいなちょっと言ってくれたんですけど、そうですね、ちょっと見てみようか。おだいたい今すごいディープウェルっていうツールがあるので、だいたい日本語でバンって出てきちゃうからすごいいいですよね。うん、この曲の正確な起源は明らかになっていないけど、17世紀の成果に基づくと言われています。ガンジーの哲学の調和と探求の中でも次のように書かれている、ガンジーが言われているのかな、ラムダの起源を伝説に包まれているガンジーが好んだという伝説によれば、この詩は偉大なヒンドゥー詩人、16世紀、17世紀か、トゥルシダスによって作られた北インドのタゴールのビシヌ寺院を巡礼中、トゥシダルはビシヌとの交渉に心を動かされた。ビシヌはラーマとして姿を現すまで、彼は祈りのために頭を下げない。彼の願いはすぐに叶えられた。ラーマは妻のシートと3人のキーシャと共に彼の心の中に現れた。それゆえガンジーはラーマに酔いしれるというラムドゥーンを説明する。なんかよくわかんないけど神秘的な神話があるんですね。なんかすごい面白いぞ。でこのラムドゥーンっていうのはラーマに捧げる歌なんですね。ああなるほどね。ラーマってヒンドゥー教の神様ですよね。でラムドゥーンには多くのバージョンがあり、マハトマ・ガンジーが使用したバージョンにはなんだこれ、エキュメニカルな風味があった。エキュメニカルって何ですか、どういう意味だろう。ガンジーはオリジナルのバージョンに手を加え、ヒンドゥー教のイシュワルとイスラム教のアッラーは同じものであるという付け加えて、この歌をより世俗的なものにし、ヒンドゥー教とイスラム教の和解のメッセージを広めた。この歌はインドの社会の世俗的な複合的なビジョンを示すための広く多く使われた1930年の塩の行進の際にも歌われたとされますね。おお、やっぱ塩の行進に書いてある。でもすごいですね。なんだろう。そうで、昨日もね、この後に、スーフィーの歌やりますって言って、で、なんか質問者の中に、スーフィーってイスラム教のことですかって聞いたら、いや、イスラムに限定しませんよって感じで、で、なんと、マスト・カランダールって言って、ちょっと明るいバージョンのマスト・カランダールだったんですけど、あれをね、こうやったんですよね。だから、カランダールって、ラール・カランダールって、赤い服を着た聖者様、
イスラム教の聖者様なんですけど、なんかお墓がパキスタンにあるんですよね、今のパキスタン領ね、まあ、昔同じ国だったから。そうなので、ああやっぱりイスラムの伝統とヒンドゥーの伝統って本当に融合して発展してきたんだなというのをね、こう改めて確認できたんですね。宗教の枠を超えて、そういった面でインドって本質的にそういうふうにこう何て言うんですか、宗教のね融和をなされて、もちろん争いももちろんあったと思うんですけど、この混じり合う中で音楽の文化を通してね発展してきたんだなって、まあ、さっき言った楽器もそうですけど、うん、だから素晴らしいなと思って。そうそう、で僕なんかパキスタン結構大使館とか前よく行ってたりとかしたんで、なんかちょっとパキスタンとインドってめっちゃ仲悪くて、日本と北朝鮮ぐらい仲悪いんですよ。なので大丈夫かなと思って、ちょっとインド大使館行くのはちょっと敬遠してたんですけど、まあでも全然そんなことないかなみたいな。僕まあ最近私パキスタン大使館出入りしてないしね、うん、まあいいかなと思って行ってみたら、やっぱ本当に素晴らしかったですね。そうそうそう。でなんとね、8月15日にも確か大使館でコンサートがあって、それもね多分誰でも来れると思うんですよ。で私も行きます。なのでまあそれもちょっとレポートしますね。同じ楽団のねがあるので、はい、というわけで長々とお伝えしてきましたけど、そうでスーフィのもやったよ。で最後にリズムのお話もされて、ルパックっていう7拍子と、10拍子のリズムねもうやられたんですよね。そうなのですごいなんかリズムもいろいろ多様性があって面白いよってお話をされました。でポイントとして僕見てて思ったんですけど、インド音楽ってビブラートしないんですね。なんかバイオリンってグワグワグワってすごいビブラートするじゃないですか。西洋音楽ってビブラートすごいするじゃないですか。でもビブラートって、西洋音楽でも実は最近になった技法だっていうことを僕どっかで聞いたことあるんですけど、昔例えば中世の時代とか中世の音楽やってる人ってビブラートはあんまグワグワしないんですね。うん。でやっぱりビブラートやると迫力は出るしうまく聞こえるけど、やっぱりこうなんていうんですかね、なんていうのかな、言葉で言うの難しいな。インド音楽って結構ピッチの正確性もめちゃくちゃ細かく指定するので、ビブラードを嫌うっていう性質があるみたいなんですよね。でビブラードの代わり、ガマックとか言われる装飾音とか使うんですけど、うん、すごい面白いなと思いましたね。なので、これからインド系の音楽を聴くときはその辺も着目して聴くとねいいと思いますよ。でもう一つのポイントとしてさっきも言ったんですけど、前奏の即興がねすごい大事、瞑想的な即興、そして、まあ、それをこう呼吸で発生するサレガマパダニサラね、まあ、そういう感じでずっと喋ってきたんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあここでちょっとリズムのお話しますね。で昨日ルパックっていうゆっくりと7拍子やったんですけど、私アフガニスタンの楽器なんで、アフガニスタンの7拍子モゴーリっていうリズムの7拍子をちょっと今実演しますね。1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7。Thank you.
感じでやってみました。そうそうそうね、なかなか変わったリズムですよね。いやーどうもどうも、今日ねちょっと昨日の報告って感じでやってきたんですけど、なんかミキサーをね実は変えたの気づいた人が見て、まあさっきも言ったか、ミキサーってあの音をこう集めるシステムなんですけど、集める機械で、今までねヤマハの AG03 ってやってたんですけど、ヤマハの AG03 だと全然いいんですけど、あのライブの時にそこのミキサーあれを使うと本当にねトラブル続出するんですよね。なのでね新しくミキサー買ってみたんですよね、マッキーっていうメーカーので、僕の前以前共演させてもらった赤坂さんって人が使ってたんですね、マッキーっていうブランドの。だからあいいかなと思ってちょっと使ってみたんですけど、まだ全然あれ使い慣れてないからね、うん、これからちょっとずつこれもこう使い慣れていけるようにねしていきたいと思います。なんかちょっと今日硬くなっちゃったかな。なんかやっぱミキサーとか機材マイクとかも楽器の一部なんですよね結構、うん、だからやっぱり使い慣れてないとそうそうそうダメですよね。だからちょっとこれからちょっと毎日これを使って行こうかなと思います。で本当はヤマハの AG03 でも全然十分なスペックあるんですけど、配信のためにはね、配信するなら本当はあれで十分なんですけど、ちょっとこれを使い慣れてライブとかでも、あ8月の19日と20日、8月の19日一応コンサートあるので成田の古民家でぜひ来てくださいね。そうで8あちょっと宣伝になっちゃうんですけど、8月の20日はどんな楽器の人でも持ってきてもらったらセッションできるようなシステムを組んでいきたいと思いますので、成田の古民家で、で駐車場とかすげえ困った駐車場とかもあるのでね、うん、大丈夫ですというわけで、で車ないよっていう方は事前に行っていただければお迎えとかも行けると思うので、事前に必ず予約してください。で事前に行っていただけないと食事の用意とかもできないと思うので、事前にお願いしますね。そういうわけで、まあなんか普通のコンサートよりも多分すごいゆっくり過ごせると思うんですよね。やっぱこう郊外だしね。なのでぜひぜひ皆さん来てくださいねということで、で昨日ねなんかウードの奏者の方からねちょっと申し込みあって、なんかすごい嬉しいなと思って、全然違う楽器でも、でもウードっていう楽器は本当にいろんな楽器キーもそうだし、いろんな音楽に汎用性が非常に高いね楽器なのですごいいいと思いますよ。僕もウードやってましたよ。僕もトルコアンサンブルとかではウードやることがね割と多いですね。やっぱこう低音も出るから、なんかみんなのベース役みたいなのもできるし、とってもいい楽器ですよね。うん、というわけでありがとうございました。それで良い一日を過ごしください。失礼します。さよなら。ラフィスホダフェス。サラマアレコム。